小林隆作は、日本のリトミック研究者、幼児教育研究家、群馬県安妻ま群岩島村出身、東京音楽学校をつしゅし卒、本名、金子隆作。対象自由教育運動の中で、修学前、初等教育の段階にある、子どもたちにより自由で芸術的な音楽教育を受けさせることを志向し、小学校教員を務める傍ら、 2度のヨーロッパ留学で幼児教育、音楽リズムと造形リズムの関係、音楽と体操の結合について研究し、成果を日本の教育界に紹介した。1937年により、自分の理想をもとに、リトミックを教育基盤に置いた学校として、幼少一貫校の共栄学園を設立、運営した。東京大空襲で校舎を焼失し、小学校は廃止され、 戦時中は、茨城県土浦の海軍少年飛行隊で、リズムや音感の訓練教育を担当していたことがある。戦後は残された幼稚園の経営と、国立音楽大学での初等教員養成と、付属学校の整備に力を注いだ。日本におけるリズム教育、音響教育、ピアノ教育、総合リズム教育を開いた人物であり、各方面からの評価は高い。 昭和初期に長子がついだ金子家の養子師になっているが、仕事や著作活動では、旧姓の小林を用い続けた。また、時系も群馬市半学校を卒業し、群馬や東京の小学校教員、校長を歴任するなど修作と同じ道を歩んだが、教育官の総意からか、二人は頻繁な交流にも、かかわらず、しばしば対立することがあったという。なお、創作は、 長男の名前にも学校と同じもえをつけている。ありがとうございます。